こんにちは。競馬カフェご来場いただきありがとうございます。リップスターのりほです。この動画では笠松競馬場で開催するライデンリーダー記念の3連複フォーメーション予想ということで、今回1列目に選んだのが5番 MS ドンです。デビューから馬券外したのはゴールドウィング賞の4着のみ安定した成績を残しており、これまで戦ってきた相手から考えてもこの馬は今回は実力上位と判断して1列目に選びました。続いて2列目3列目に選んだのが4番セイジグラッド、9番イガースワーク、以上の2頭を選びました。最後3列目に選んだのが7モズアンカー、10ノブビスケッツ、11モズワンマミーヤ、以上3点を追加した3連複フォーメーション7点で的中を狙いたいと思います。競馬カフェでは園田競馬の直前予想をサイトにて限定動画配信しておりますので、ぜひ皆様の会員登録、そして競馬カフェへのご来場お待ちしております。リホでした。